ちょっといい。イタリースケーチャンネルの健作です。健太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はもう曇ってますよ。あ、いつもあの高評価とライクですね。はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、今日ですけども、ここあのパンテオンの真裏にすごいあの有名なパニーノ屋さんが開いたんですよね。で、そこに早速来てみました。はい、はい、フィレンツェ起点でしたっけ。フィレンツェに本店があるある、はい、そうですね。アンティーゴ・ビナイオさん、ここですね。はい、そう、いきなりあの現れて、うん、みんななんかすごい美味しそうなパニーノを持ってるんで、何かなと思ったらここのだったんですよ。びっくりして早速来てみました。はい、めちゃくちゃすごい行列です。今ね12時半ぐらいですけども、何分くらい並んでます。僕たちもう20分くらいは並んでますね。はい、はい、すごい。あっちにもね、あっちにもできます。はい、はい、なので早速注文してみましょう。はい、はい、楽しみです。おー、なんか出てきたよ、でっかいの持って。美味しそう。うわ、めっちゃでかくない？めっちゃでかい。顔ぐらいはあるよ。うわ、すっげえ。じゃあ次ですよ、僕たちは。はい、はい、楽しみ。もうね、メニューとかちょっと見えてますんでね、何頼もうかね。リミテッドエディションもあります。リミテッドエディション何、はい、トリュフが入ってるやつ、まあ、このお店のトップ5、うん、ラハボローザ、はいはい、インフェルノ、スキアチャータ、デボス、ラダンテ、ラサマー。ラサマー、はい、はい、入ります。いい匂いがするね。チャオチャオチャオ。見てくださいこれ、このボリューム、ね、中に入れる具材、いろんなソースがありますね。ケンタ君何する？はい、じゃあ、 あのスキャッチャーダデボスにします。キャッチャーデボス、はい。何が入ってんだあれ？多分プロシュットクルード。はいはい。あ、違うのかな。あ、インフェルノにします。インフェルノ。はい。インフェルノ。地獄っていう。地獄すごいね。そんなになんかボリューミーなのかな。何なんだろう。ちょっとポルケッタ、豚の丸焼き。おお、いいね。辛いソース。うん。野菜のグリル焼き、ルッコラが入ってます。はい。僕はねこのね。ローマ、ここ限定かね、どうなんだろう。ローマ限定ですよ。本当？多分。おお、じゃあこれ頼もう。あれも美味しそうだな。リミテッドエディションのプロシュットフルードアタッツーとゴルゴンツーラも。イエーイ。マジか、迷う。もう2つ食べちゃえば。マジ？じゃあ分かんないけど食べれるなら。オッケー。あら、ウナラローマ。ウニフェルノ、per favore。はい、じゃあローマとインフェルノにしましたよ。楽しみ。まずね、パンを切って。で、こちらの人がスライスした、うわ、すごいポルケッタとか、やばいよ、あのポルケッタ。うわ、すごい、うわ、すごくない？マジ？あれ、6人え、うわ、え、ちょっと検索さん、何ですか？何？こっちもあるじゃないですか。カルパッチョディマンツあるじゃないですか。あ、これね、トリプロール。俺カルパッチョにすればよかった。2個目はこれにしてください。そこ明日来てください。やばいね、これすごいなんかメニュー面白いね。はい、なんかいろいろ食べてみたいのがある。わ、クレマリピスタキオ入ってあって。全然見てなかった。カルボナーラのクレマが入ってます。ローマね、カルボナーラのクリーム、そうで、グアンチャーレ、グアンチャーレ、そう、豚のほう肉、はいはい、特製が入ってます。やっぱ、もうなんか垂れてまくってるんですけど、やべやべ、100円抜きました。やっぱポルケッタとこの辛いソースが入ってるのかな、美味しそうよ。左がカルボナーラ、右がインフェルノです。やばチャオ、すごい。あら、ウナラローマ、え、ウニフェルノ。セドヤ。セイ。セイ。セイヤロチャイ。セボイ。オネエウロ。
重たい。右手が重たいです。顔の近くなんだけど。早く食べたい。早く支払ってきてくれ。じゃあいただきます。すごくないこれ。まずねこれねインフェルノね。どう地獄っすよ地獄。辛いの？うん。辛いから地獄なんですよ。あそういうことね。はいはいはい。新たな試みなんですけども。メジャー？あメジャー持ってこせた。しまった。じゃあカタカナ使わずに。あ了解。説明をしてくださいお願いします。はい、まず、はい地獄という名の、はい、パニーニです。パニーニいいの？全然ダメだ。ダメじゃん。テクス。はい。カタカナ使わずにこれ説明します。はい、これは地獄という名の、はい、食べ物です。大きいね。はい、はい。中には豚の丸焼き、はい、ナス、はい、緑の野菜が入って、辛い。はい。調味料が入ってます、はいはいはい、食べてみます、はい、ちょ辛い方から、はい、うまそうだなまずでかいんだよ辛い辛い、うん、どうですか生地は、うんまあ、サクサクしてて、はいはいまあ、ちょっと冷めてるんですけど、うん、美味しい本当、はい、香ばしい感じ香ばしくて豚の丸焼きとよく合いますでこのナスの甘みが辛みを調和してはい、はい、でこの緑の野菜が野菜なんていうんですかこれこれはね言っちゃいけないんですけど、カタカナになっちゃうから、はいはいこの苦味がちょうどよくバランス、うん、うわー言っちゃったあ難しい味の調整してくれますおおなるほどさすがでも難しいよこれはいじゃあ僕も食べていきますこれカルボナーラですね僕はカタカナはめちゃくちゃ使って表現しますこのねグアンチャーレとでこの卵のソースとペコリーノチーズが挟んでありますめっちゃ美味しそういただきますあこれうまいよこれこれ何入ってるんですかえこれこれグアンチャーレとペコリーノグアンチャーレの油もめっちゃうまいし卵好きなんでこの卵のソースめっちゃうまいよこの白いのなんですかこの白いのはペコリのチーズだな。ダメじゃないですか。ヤギのね。羊のあのね乳を固めた食べ物ですよ、はい。生の豚の頬の肉が挟んである。パニーニ。はい。ということで、はい。はい今回はアンティーコビナイオさんの、はい。まあパニーのストリートフード。うん頼んでいきました、はい、ローマに、ね、最近できて TikTok でもめちゃくちゃバズってるみたいなんで、はいうんうん、チャレンジしてみました、はいまあ、フィレンツェに、ね、本店があるんでねフィレンツェに行く際も食べていただければなと思います、はい、場所が、ね、すごい良くてもうすぐそこパンテオンなんですよパンテオンから歩いてもう 1,2 分のとこですね、うんはい、なのでぜひ行ってみてください、はい、ということで、はい、ボナペティートボナペティートチャオ